2024年5月13日、以前一応撮影しておいたんですけども、まあ三井住友銀行の旧藤原台支店ですね。で、まあ周りに看板、以前見た時特に見当たらなかったんですが、まあ内装工事なのか何なのかちょっとよくわからないですね。で、これこういう風な工事今まで何回かしてるんですよね。エネルギーの残存量問題が軸だから、お金があるから何でもしていいっていうことじゃないんですよ。じゃあもう議員さんも同じです。もう行動を見たらわかります。まだ使える立派な建物なのに、何かね、別の使用用途とかに、使っていなかったりだとか。まあ何かの対応の仕方があったはずだと思いますよ。工事するだけでエネルギーがなくなります。